無料個別相談、介護職務系 LINE 相談窓口、概要欄から無料登録。皆さん、こんにちは、ケア協です。今回はケア協で行った苦手な同僚に関するアンケート結果を発表します。介護職の皆さん、苦手な同僚との付き合い方に工夫をしていますか？ぜひコメント欄で教えてください。まず一つ目の質問が、苦手な同僚はいますか？アンケートの結果は、全体の 95% 苦手な同僚がいるという結果でした。ほとんどの人は苦手だなと感じる同僚がいるということです。相手に問題がなくても同僚に対してどうもこの人合わないなとか、仕事はできるけどなんかちょっと苦手だなと感じる場合もあると思います。質問の2つ目、苦手な同僚がいることはストレスですか？こちらのアンケート結果ですが、苦手な同僚がいるしストレスに感じているが 83%、 苦手な同僚はいるけれどもストレスに思っていない 12%、 特に苦手な同僚がいない 5% という結果になりました。苦手な同僚がいればそれがストレスになるのは当然でしょう。アンケート結果でも 80% 以上の人が苦手な同僚に対して何かしらのストレスを感じているようです。苦手な同僚が自分にどれほどのストレスをもたらしているのかを考えて、そのストレスの度合いによって対応策も変わってくるでしょう。質問の3つ目、苦手になった理由を教えてください。同僚が苦手になった理由について様々な声をいただいたのでまとめてみました。スタッフだけでなく、ご利用者様への口調がきつい、管理者の方で部下が報告や相談をしても断る、部下に対して態度を変え言いやすい部下の人格を否定する、分からなかったら聞いてと言われたので聞いたらイライラしながら言われた、業務効率化や状況把握、スケジュール管理等ができずバタバタして残業につながる、ヒヤリハットや事故が発生したら悪者を懲らしめるように犯人探しをする、好きな人や看護師、リーダー等の目上の人には笑顔で接している割に新人には指示のみで笑顔もなく、人によってコロッと態度を変える、また苦手な同僚からいじめに該当する行為をされている方もいました。威圧的で新人いびりが目立つだけでなく、仕事をまとめて教えてくれない割にこちらが失敗したらすごい剣幕で怒鳴り散らしてくる、私が希望給を取ろうとしていた日にあえて希望給をかぶせて休みを取りにくくする、人の名前と業務の仕事内容を2日で覚えろ、早く行け、いい加減にしろと言われた、様々な回答があり共感された方も多いのではないでしょうか。ではこういった苦手な同僚に対して皆さんはどのような対応をしているのでしょうか。質問の4つ目がこちら、苦手な同僚に対してどのような対応をしていますか。我慢するが 35%、 聞き流すが 31%、 言い返す 8%、 こちらから話しかける 10%、 知り合いに相談する 16%、 こんな結果になりました。苦手な同僚に対して意見を言ったり反論をしたりしても相手も自分も嫌な気持ちになるでしょう。そのため多くの人が相手に対して我慢をしたり何かを言われても聞き流したりしています。ただし自分の中だけに溜め込んでしまうと精神的に負担となるため、誰かに相談して気持ちを吐き出す機会を持つことも必要と言えるでしょう。質問の5つ目、苦手な同僚に関してどなたかに相談をしていますか。同僚が 36%、 家族 21%、 介護職の友人が 24%、 介護職以外の友人が 12%、 そしてケア協にご相談いただいている方 8% いらっしゃいました。ありがとうございます。アンケートの結果にもあるように、多くの人は同僚や家族などの身近な人に相談をしています。しかし身近な人にも言えないような相談があれば、ぜひケア協相談室をご利用ください。介護職の働き方や人間関係など基本的に何でも無料で相談 OK です。今回はケア協が行った苦手な同僚に関するアンケート結果を発表しました。相手を変えるのは難しいため、自分がどのような対応を取るのかが苦手な同僚への対応策となります。相手を理解することはもちろん大切です。しかし完全に理解するのは難しいとも思います。苦手な同僚の方とは適度な距離感を保っておくといいと思います。ケア協では無料の LINE 相談窓口や転職・求人のサポート室を開設をしています。 LINE の相談ではこちらのような人間関係、介助術やお仕事探しなどのご相談が無料でできます。登録方法は4ステップ。ステップ1、コメント欄にあるケア協のコメントをタップ。ステップ2、一番上の URL をタップ。ステップ3、ケア協相談室の説明ページが出てきますので LINE に登録してみるをタップ。最後に友達追加をタップ。これで登録完了です。マガジンなども届きますのでぜひお楽しみください。また転職・求人のご相談も受け付けています。こちらの相談方法は3ステップ。ステップ1、コメント欄を開いていただく。ステップ2、今度は真ん中の URL をタップ。最後に開いたページから情報を入力し送信。完全無料で求人の紹介、面接の対策ができます。ぜひご活用ください。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。またケア協では介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それでは次回の動画で、さよなら。